さあ、我々梅田サイファーです。梅田サイファーのコベルとペコとケビリです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。数々の MC バトルイベントでも輝かしい成績を残してきた彼らが推す第5回激ラの優勝候補は、ちょっと1回戦目から想像がすごい強いというか、まあ、当たり前なんですけど、めっちゃ若いっす。うん、当たり前。ラップ甲子園。そう、甲子園。特にこの D ナッツくん。はい、ナッツくん。埼玉の俺15歳。15歳やん。動画見たけどめっちゃキレキレやで。何がお前がフルメンバー、お前と対にするとかっこよくて震えんだ。でもまるで暑さ、北風と太陽、ひっくり返す今までの敗北。個人的に千春くん。うん、自分の多分住んでる大阪のエリアがすごい近くて、ある日そのとある駅のコンビニにいたら、お疲れ様ですとか言われて、それ千春くんですよ。16歳、はい、で多分1年前ぐらいだっていうから多分15歳ぐらいだっていう、でも社交的すぎて、そうっすよね、信じられない。結構俺らのライブも何回か見てくれたりとかし、一緒になったこともある。そういうこと俺よ、自分たちがやってるオーバードトップっていう、はい、そことかも千春よく来てくれて、で俺は優勝予想も千春、はい、いいよな、今となってはさ、こうやって言えるような存在になって、でかいイベント呼ばれて、イベントで適当にラップしてギャラもらって、それでお前は呼ばれてるかもしれねえけど、俺はまだ呼ばれねえ分、死ぬ気で本気でチャンス掴みに来て、今日もチャレンジしに来てんだよ。僕的にはあの何だ、先駆の動画かな、うん、でこの変えてく、俺もやりたくてやってるよ。その上でやりたくてやってることが日常だから吐いてんだろ。お前もそうだろ。お互いが凡人の果て。そう言うなら付き合えよ。東尋坊まで。楓ね、楓ね。が、呂布さんと戦ってた。はいはいはい。で、すげえバチバチに戦えてる映像を見て、めちゃくちゃこの世代でもバチバチに、それこそ千春くんとか知ってるんですけど、いやこの世代でもその全国としてしっかりと MC 力というか、ラップ力を身につけてるっていうのはすごいな。彼の場合もなんか結構風格が出てきてるみたいな。確かに。その意味では結構シャミスとかもそう。いや、そうだね。俺も男だぜ。家庭環境がどうにかなったら俺が支えなきゃいけない立場だぜ。まあ俺の地元いつまで経っても岐阜が好き。今日は俺がてっぺんのヒエラルキー。めちゃくちゃ上手でし。コーラチャンピオンですね。こっちは風格っていうか余裕が出てきてシャミス。なんか結構抜いた感じの、なんていうかな、相手のバチバチしたラップをいなすような思ってたり、当然決めるとこないかっていうことですね。結構痛いとこつくの上手ですよね。いや、そうですね。あのひょうひょうとした感じ、なかなかね、来るときはガツリ刺しに来るし、あとはやっぱこのクラブチッターというヒップホップの、なんていうんですかね、まあ、聖地ね、場所でこうバトルをして、優勝するっていう、こう気合というか、やっぱ MC バトルって結構この10代の時に求められるもの、うまさとか、アンサー力とかもあると思うんですけど、肝っ玉というか、確かに。そうあとはなんかさ、やっぱこれ主人公になれるかどうかみたいなあるやん、やっぱ。そうですね、まあ、その日のオーラを身にまとえるかなんで、全員そうなんやけど、そうだね、年齢で、それでいくと森月純よ、いつものよ、遊び行くイベント、ただ遊びで握ってるマイカフォン、さっきは東京、次は悩ましい、神戸がやべ、神戸がやべ、それを分からせるだけ、熱も地元あげへん言うだけの 1DJ2MC3 ダップホール、生かしたラップであげる地元。はい、これディスコードのバトルとかで、ね、何回か結構一緒したりとかあるけど、はい、まあなんかまあ、まだまだ荒削りの部分はあんねんけど、気持ちがもう前に出まくってて、あ、いいっすね。そう、めちゃくちゃ熱いのに、なんかもう見てるとどんどん引きつけられる、この年代やったら出せるバイブスってのがあるなと思って。あとはこれ気になるんですけど、このワイルドカードっていうのは会場で行われて予選があるってことですか。あ、一番温まってる人が、まあ、ですそこにローンロー君をぶつけるのもやらしいですね。そうだね、一番めちゃくちゃ強いから、そう、ローンロー君ね、今ね、乗りまくってるから、彼は。それは間違いない数字だけど、俺のスキルは数値では計り知れない。それが分かるか、お前がサッカーやってた、じゃあ4番でエースでセンス、ペナントレース、青コーナーコールドゲーム、それが分かる、お前に教える、クールだが本当上のバイブス、分かるか、バイブスうちに秘めてる、もう決勝うちに秘めてる。こっからまたチャンピオンが生まれて、ね、しっかりと受け継がれていくというか、それこそなんか、はい、そろそろそのネクストR指定みたいなの見たい。確かに、なんか
いまだになんかバトルでこう R 呼んでくれみたいな、はい、そうじゃなくてすごい新しいね才能たちがどんどん出てるから、ね、代謝が良くなったらいいなと思ってるんで、うん、ここにいる全員がね、その戦国とか他の大会でも活躍するような人になってほしいなと思います。はい、楽しみです。はい、楽しみにしてます。みんな頑張って頑張って。はい、どうぞ。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ今日は頑張って。ありがとうございます。